2018明治安田生命 J2 リーグ第4節です。大分トリニータ対東京ヴェルディ、大分市の大分銀行ドームからお伝えしてまいります。現在7位、勝ち点7、2勝1分けの東京ヴェルディとの第4節です。左から右に攻めていきますのが大分トリニータ、そして右にエンドは今季初のセカンドユニフォーム、赤いユニフォーム東京ヴェルディです。場面がちょっと多くなってますけどね。アランピネールから縦一発、ドーグラスビエラの裏、さあここでガーッ、一瞬の隙、いやでもオフサイドですか。ファールという判定だと思いますね。アランピネール、カジカは右に送って、藤本左足スルーパスを出しますが、ここは鈴木が対応。もう一度ヴェルディの選手の前にこぼれます。梶川が右足で中に入れていく、ドーグラスビエイラ当てる、頭当たりましたかね。右に叩いて松本から後藤が入っていく、セーブしました。小手川、ここで榎本さんの前半終了のホイッスルです。両チームとも得点を挙げることができませんでしたが、大分トリニータ対東京ヴェルディの第4節、今季初のセカンドユニフォーム、蛍光色の赤のユニフォーム東京ヴェルディ、左エンドということになります。監督の采配も非常に面白いところがありますので、特にヴェルディで言いますと後半どのような変化をしてくるのか。渡辺、ダイレクトプレーが続きます。シュート、いやー高木右手一本でよく今抑えましたね。カルロス・マルティネスのシュートを抑えました。高木悔しそうな表情、22番のカルロス・マルティネス。さあ田村右足中に入れていく、ドーグラスビエイラ、これは入ってもおかしくなかったシーンですね。このボールも良かったですよ。ドーグラスがね、触ったのはね、ニアにスッと入ってきたドーグラスビエイラ。ここでホイッスルです。0対0、大分トリニータ対東京ヴェルディ、スコアレスドローということになりました。後半からヴェルディが 3-5-2 に変えて持ち直してきました。そして最後は1点を争う好ゲームということになりましたけれども、最終的に両チームとも得点を奪うことができず0対0、勝ち点1を分け合いました。